見れば見るほどです。はい。まあ、これはもう昨日、その前か。いろいろね。はいうん 期待があり、そして2位で、はあ、終わった。今度はまたぜひね、はい。ここ挽回で、メダルもう一つね、金の方ね、はい。得意なことを言っていたあの、羽生くんでしたけれども。えらいこと意外なことになったというね。えーえー、ワイドビュー南極さんからもいただいて、今日一番これが多かった。ね。はい。え羽、ー、生譲る2位についてということで、えー、フリー演技前の練習で他の選手と衝突して怪我をしても演技をしました。ね。うん。当時の小泉総理 頑張ったという言葉をかけてあげたいいいとと思いますというご意見、これはもうね、今日ね、いろいろ分かれてますよ、うん、佐藤さんちの山の神の連れ合いのつーくんさんからもいただいておりますけれども、まあ、これ、詳しくこの方書いてあります、フィギュアスケートグランプリシリーズ第3戦、中国カップの、えー、男子フリーで、羽生結弦は演技前の6分間の練習で、中国の円冠。 とぶつかり、はい、怪我をしてしまいました。怪我を負ってしまいました。誰もが欠場した方がいいと思うような状態でしたが、羽生は、えー、出場へという形になりました。結果的にはね。 えー、先に演技した演壇は怪我の影響かジャンプの着地がうまくいきませんで,しきませんで得点は伸びず羽生もどうなることかとただただ無理をしないでと思う中怪我で力の入りきらないのかジャンプでミスを出しましたが何度も転倒しましたね、うん、最後まで頑張り抜きジャンプして倒れた後起き上がる場面も「オペラ座の怪人の曲」に合わせた演技かと、えー、勘違いしてしまうようなもので本当にあの。 感動しましま、うん、私よう昔から言ってた倒れて失敗やより倒れた倒れ方の上手さからまた起き上がる時の姿でもってこれ一つ演技の中に倒れたら組み込んだったらどうやと私は思ってましたが <laughs> まあでも,くしくもここで実現したようなそういう感じであの妙にあの、えー、音楽にあってはいましたけど、はい、でもねえあの 大変危なっかしい感じで感、一応夫かとハラハラしましたよね。それにしても、あの衝突は6分の公開練習中、<ー>ふとリンクの真ん中に一人もいなくなった、エアポケットのようになったところに、右から羽生が左から円環が同時に滑り込んできて、あっという間にぶつかるという、不幸なアクシデントとなりました。うん まあ、羽生選手の今回の頑張りが後のコンディションに影響しないか、本当心配。このあたりのところが、また意見が分かれるところです。はい、おいおい読んでおきますけどもね。ええ、だからさっきもあの、感動したという小泉さんのね、うん、えー、高野花のということですが、この方はあの、高野花がもっともっと、あの、あの、頑張りがなかったらもっと選手生命というか、力士生命が、はい。長くやれてたかもしれんぞという、はい ちょっと相撲のシーンのうそも、あそこ無理してやったらあかんかった、あそこをやめといたら、もうちょっと貴乃花は土俵に長くいられたかもわからないましてや今回の場合は、痛みだけじゃない直前の事故なので、痛みに耐える、耐えないだけではない問題っていうのが、この後も出てくるでしょうけど、ありますのでね。 押して出ることによることの賛否というのはね、はいえー、もうこの間からいろいろ聞こえてまいります。 え村上加奈子の少しミスはあったが3位入賞おめでとうございます。はい、このことはやっぱここも忘れてもいけません。うんうん、ずんだ餅さんからもいただいておりますが、頭は包帯、顔色も白、顎にはテープ、熱の跡も生々しく残る中、4回転ジャンプは成功しつつも、5度転倒。テレビを見てるファンの私たちも、わあ、もう痛々しいな、もうやめてと思わず叫んでしまいました。テレビの解説する方も、涙涙の放送、もまさか、ねまさかの王者にと。 ねそんでも滑り続け涙と感動それでも2位なんて王者の気迫、えー、滑り終え点数が出ると安心したんでしょうか顔を折って男泣きあの時にまたもらい泣きしてしまいましたで怪我の方はね顎七7針、うんうん、左足の肉離れもあるという、うん、どうも上部の顔とかね頭とかのばっかりに気をいってましたけれどもはい。 左足の肉離れというのも、これ、いろんな衝撃が体に加わったということですね。うんうん、はい。まあ、まさにまた涙が出ましたということです。お町長夫人さんからもいただいておりますが、ゆずるくん、最後まで頑張って素晴らしいお姿だと思いますが、頭とかは本当に心配ですし、その時はよくても後から異常が見つかることもありますし、やはり森は禁物ですね。今後のためにもルールを決めて流血していたら出場は見合わせるとか、 何かしらの決め事が必要だと思いました大事にしてほしいですこれまた後でいろいろ話題になってくると思いますけれどもこういうジャンルによってはスポーツの種類によってはこういったところでのルール決めもあるスポーツもありますよね。ただボクシングなんかでも,もう例えばもう目が腫れて流血でもなってきたらドクターストップがかかる目に見えなくなってしまうとかねうそういうことはドクターストップというのはいろんな形で、はい あの他のジャンルでもあるわけで,で、ねうん、今回このくらいのことやったらなんかそんなルールみたいなないやろうかというのも分からんでもないです。ね、その辺の詳しいとこまたねま実上大スなーボでノシントンについてはやろうかと思ってんですけど。はい 母乳ゆするさんからもいただいておりますが乳を勝ち取った姿にもらい泣きこの方も泣きましたマグロの定義を知らない旦那さんからも頂い,いておりましてね我が家の梅さんもテレビを見て心配しまた感動して涙しておりました、うん、でふと思い出したことがあるんですけども。はい 僕もね、仕事の作業中にカッターで指先を削いでしまったことがありました。医者が止めるのをして家族のために、翌日から仕事に出ましたが、その時、嫁さんは感動はおろか心配すらしてくれますこの違いは一体何やことテレビ見ながら、ゆずる君かわいそうに。めたらいいのに、もうそんな無茶してあかんのに、もう本当にどうしようって、もうお母さん投げてくるわ。ああちょっと待ってよ俺、もういことなって指先が。仕事頑張りな。はい。 この違いは何な,なんやっいうことでね。<laughs> い,やいやでもね、はい、無理は怪我したりした時は本当無理は禁物ですよ。だからこの方は今も元気で働いていられるのも、うん、ねあでも頑張ったんやからねそういうこともあ一つ間違えばね、うん、どうなったか分かりませんもんね。うん、フラワーズゴーン三角投技やボディコンタクトのあるスポーツと異なるスポーツで今回のような事故を 初めて見ました。頭を強打し流血しても、試合をした行為にえ厳しい意見があるが、それはおかしい。この人はおかしいと言って、うん、スケートにサッカーのように流血はするがええ、すみません。スケートにサッカーのように流血したら、プレーのできないというルールがないのであれば、今回の羽生選手の決断は、彼が目指すスポーツを超えた表現者として滑り切ったことに私は感激しています。 羽生選手には何も問題はない、堂々とした2位であると思いました。ルールがないのに流血、脳震盪の危険だからと言ってみても、それは、 ルールを決定する組織に対しての、えー、議論をしてもらいたい。我々も、おそらく、羽生選手も、怪我、脳震盪の危険性の恐怖を感じている中で、事故の判断で滑り切った羽生選手に感動するばかりです。まあ、この方も書いてある。他のスポーツでは、はい、流血とか、いろいろ怪我の程度では、ドクターストップのようなかかるところがある。ルールとして。うん。スケートにはそれがないと。 うん、いうあたりですよ、ね、な,いない以上その決断をした羽生選手への批判というのは当たらないんじゃないかというご意見です、ねうんうん、いえそれからこちらうんと名前が名前がと「うんどこ行っっちゃったこれどこにあ猫耳パンダさん」失礼いたしました、えー、危険してもよかったのに驚くほど強いメンタルを持つ羽生君は4分30秒。 頑張り続けて4回転ジャンプも飛びました。着地は失敗しましたが、2回の4回転ジャンプは加点され、堂々と2位になりましたというところで、これがあの失敗をしても加点方式ですから、はいえー、転倒ずいぶんしとれないかという人がいますが、これは成功したところがプラスされていくということですからね。うん、うん、アクシデントに免月頑張る羽生くんに胸、 キュンキュンしちゃいました。多分日本中いえ世界中が波乳君に胸キュンしていたことでしょうね。ということで、やっぱりそれは世界中の人がね。はい、うん、からもう全然、うん、敵国というかね、スポーツにおいては。ライ,ライバル。ライバルであったとしても、ああ、とそれは思うことは思うでしょうね。うんうん えー、らさらにはこちら田原志の友和さんからもねあのロッキーのように転んでも立ち上がりまた転んでも立ち上がり、えー、滑りきり思わず泣いてしまいましたそっち五輪では浅田真央ちゃんの巻き返しで泣き今回は羽生選手のものすごい精神力に泣かされましたあんまりだからス,スケートってあんまり昔は泣かんかった野球とかなんかはね <laughs> 甲子園で泣けたぞとか、はい、いうことは昔からよく聞きました、うん、それれはもう汗にまみれて くらーってやっていくとこはよく泣きますけども、華麗なる、うん、ね、非常に美しさでいくやつというのは、あまりな感動はするけれども、涙いうことは。ど根性いう感じではないので、うん。真央ちゃんにしろ、今回にしろ、はい、最近はよくスケートでも泣かされますね。うん、うん オカルトカンペイさんね。この方からもいただいております。あの、痛々しいテーピング姿に、綾波レイまで見えました。これ、エヴァンゲリオンやこれ、起動実験の怪我で、いきなり綾波レイは包帯姿で出てきましたね。何でも詳しいね。何でも詳しい。ちょこっとだけ、ちょこっとだけそこをこの人は言っておるわけです。か。ねえ。うん、なんか、真実と、綾波の合体ということでね。はい。もう話がエヴァンゲリオンになってますた。 はいえー、私なら怪我したらやってられない。オリンピックだってまだ先じゃんと思って休みますけどもね。うんなかなかこういう人の判断、そしてまた感動、ね、いろいろあるなぁとうーん。港の知恵さんからもそれにしましても日本に帰って検査をきちんとしてもらい、少しでも休んでもらいたいと思います。 ああプクのおばさんもね、私は、実は私は男子フィギュアスケートなんかは、なんかなよねよしてね、見てても、なんかあんまり好きではなかったんですが、羽生選手の根性の頑張りで一気に見方が変わりました、きっと私みたいな人、多いと思いますよということで、男は男らしくとかね、うん、例えばこう、くー なんか太、たったいこう、和太鼓の、ね、やなんか男らしいわけですよね。はいえー、うちの親父なんかも、こう、なんかこう、ドラムのちょっとあの、チ叩くような、ね。ャラチャラした感じ。ャラャラした感じとか、<laughs> 女性歌手のそばで踊っている男、ひざまずくようにして踊るこの、そんな <laughs> ダ,ンサーダンサー。なんやられわって、うちと親父はちょっと黙って見とれんか <laughs> というほど、毎回じゃそういうシーンが出てくると、あん 男ととしして恥ずかしいでとはい、はい、あんなもんよう親も黙っとるなあんなところの道に進むやつを <laughs> と言ってましたけれども姿形はねフィギュアでもこの美しい姿で指先まで神経がさ と伸びてね、ああいうのがね、あの、時にはね、なんやという人もいるかもわかりませんけど。ものすごい体力いるから、そうなんです。なよなよじゃないですよいません。あの、本当にさっき言ったおうちのお父が言ってた、ひざまずくようにした踊りでもね、血の滲むような努力をしてですね、ああいう綺麗な形に持っていくわけですから、 もう,うちの親父ぐらいの年代はですね見た目だけで、ですねなん <laughs>、はい、じゃあれ、なよねしてていうことですが、どんなもんでも形を一流に整えていくためには、ですねなよな、ね、よなんかしておれんのじゃないかとフィギュアもそうですけど、ほら、はい、歌舞伎のお山、なん<山>、ね、じゃあんな男のくせに、なよな化粧塗りたくって、<う>うん、こんな。 <laughs> みんなで気持ち悪いね考えなよないしてあれを完成させるためにはあの美しい女の姿勢語ってあれ実際にやってみるとものすごい体力筋力を入れますからねほんと特に女の人に中腰になってこうするとなよ、はい、ったした形をやるためにはものすごい足腰の力いりますからね、はい、そうそうあれなよないしてないですしてないですしてないです <laughs> 迷ないをするためにものすごい力がいると、まあ、あえてなよないするということを言えば、はい、そんななこと言ううらもうおっちゃん お酒飲んでグテグテしてる方がよっとは、あら、おら、今の安倍はあかんぞと言って、なんか力強いような気してるけど、ただ、飲んでいってるだけのサインのは、あんまり男らしないですよね。すみません、三河みどりさんからもいただいておりますけど、まだまだいっぱい来ておりますので、はい、一旦ちょっとここで締めさせていただきます。 ここからは言えば言うほどです。はい。まあ一つの事例が起こっていろんなご意見があるのはこれは当然なことで、はいえー、この番組ではいろんな角度からね、いろんな人のお便りをご紹介してますけれども、うん、例えば三河緑さんですが、羽生選手が練習中に中国の選手と衝突した瞬間からずっと見ておりましたが、救護班が、救護係が行くのが遅い。うん、起き上がれず倒れている選手を担架も用意せずに、 羽生選手を二人の救護員が両脇から抱えているとはいえ、歩かせるには怒りを覚えました。そんな対応しかできなかった中国ですから、羽生選手の傷の処置をしてくれたのはアメリカチームの医療スタッフだったそうです。というのは、こういったこの処置の仕方、もうちょっとこの方は気に入らんぞと。はい、クリオネブルドックさん、えー、セブンデイズで流れてましたが、この番組でね、うん、えー、CBC の番組、かなりの衝撃でぶつかってましたよ。流血もしていたんで驚きました。しか 絶対飛ぶとつぶやいたとか、ね、男ですからね2位は残念ですが逆にあの状況でのあとでの2位ですからご立派ですと言いたいですけれどもというような方もいればです、ね、小栗万月さん選手生命どころか命そのものが危ないなんてことは。 ななないのかなと心配になりましたこれはだから、それがあるからこそ、さっきも坪さんが言ってたね他のスポーツ競技ではルールとして、ちょっともうちょっと厳しく出場はできないような状態になるという、野心と起こした場合はね、はい、っていうようなこともあるので、だからこそ、今回、ちょっとこう賛否両論、分かれてるわけですね、はい、まだまだ若くて、将来はもうある選手なんで、止めるという勇気がある決断をすべきだったんではなかったんでしょうかや,、はい、やめるというね。 木村平さん、根性野球で肩を壊した投手など、こういう精神主義で、 選手生命を奪われたスポーツ選手は今,今までたくさんいたはずです。今回は命に関わった可能性だってありました。うん、風で熱があるくらいで会社を休まない人が、えー、立派な社会人とされる、そういうようなところではですね、ひょっとしたらエボラ出血熱なんかも前につながっていくんじゃないやろうかと。うん、こういう。ね、はいはいこういう精神が、こういうことまでこの人は心配して。はい、風を押していくって言ってて、はい、それは素晴らしいって思いきや。うん そういった、ね、ンザやらやらをね、うん、こう巻き散らす可能性もあるぞ会社全体が機能しなくなってしまうと、うん、ねそんなこともあるんとちゃうかと言ってます主婦山主婦子さん野球でよく見かけましたがスケートでの激突は初めて見ました頭をテーピングした姿で現れ羽生くんは大丈夫死ぬまでやると氷に上がったが 足はふらつき見ていてももう休んでと孫のような羽生君に、えー、痛々しく思えて思わず手を合わせてしまいましたとこの人でしたら多分そばにおったら止めてたでしょうね、はい、もうええわという動物寄礎天ぷらさんすごいことではあるけれども 仮に羽生選手が脳震とを起こした場合最低でも24時間は安静にすべきだったという見方もあります。ね、さっきのそのルールとか、はい、ジャンルごとにいろんな取り決めがあるんです。うん、スケートはそれがないと。はいえども医学的なね。 立場から脳震との場合は常にそういうふうにして、はい、あの患者さんにはこう、ね、指導をしう、ね、現場ではしているわけです。うん、日本のスポーツ文化は根性で危機を乗り越える場面を拍手でたたえ感動の涙を流します選手が演じきった姿はたたえてよいでしょうが仮に危険したとしてもそれを受け入れる気持ちを 我々日本人は持ちたいと思まあ今回棄権したとしても批判はしなかったと思いますけどねな<る>誰もね,誰もねだからこそやっぱり脳震とを起こしてる場合の危険性を考えたら休むべきじゃなかったかや、うん、めるべきじゃなかったかっていうご意見があるんでしょうね、うん、ねえ、うん、子孫使いサリーちゃんからもまああの19歳の若者がここまで根性があるのにはびっくりですその辺でフラ,フラ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 しとる小僧に見せたいと思いますっていうような <laughs>、はい、必ずね、うん、そういう比較されるから僕らも凡人はつらいですよね変 <laughs>、うん。と ゼル・ワグレテルさんからも脳震盪ってね精密検査で画像を出しても何の異常もないけれども後々後遺症が出るからいろいろなスポーツで恐れられているんだし頭を強打して一瞬でも意識を失ったような感じがあったらプレーなんか強制的に中断させ数週間は安静にして様子を見るのが普通その間何もなければ、えー、復帰するのがスタンダードとなっているのに。 まあ、セクハラ、パワハラをヘッキでしても、辞任しなくてもいいようなトップがいるところは、さすが緩いというか、ずれてるというか、目先のことより、長いこれからの人生に責任を持ってあげないと、選手生活はもとより人生もわ狂わせることになりかねないと思います。根性や感動は、体を犠牲にするかもしれない事態を押してまでも必要はないことだと思います、うん。と。 いやいやた,ただでさえ、だから24時間制とかって言ってるところに、あのフィギュアスケートって、あれ、あのあと羽生君、くるくるスピンとかしてました頭ぐりぐり回してましたからね、ね<ー>もうやっぱりよくないでしょ、脳には。脳神であの、はい 脳震盪を起こした後にやっては,一番やってはいかんのは、やっぱり今回のスケートと、はい、それから歌舞伎の連獅子ね、<laughs> れねあれもぐるーっと首な、はい、回せますり、ね、私たちが普通に首ぐるぐる回してるだけでもふらふらしますからね、うん、まあ素人と一緒にしちゃいけないのかもしれないですけど、うん、確実にやっぱり脳にはよくないでしょう。うん、ということでね、今回はまあいろんなこのご意見があって、今後またこれも。 波紋を読んで、はいろいろとこう専門家の間でもね業界の、ね、スケート業界の人も、うん、また何らかの答えを出してくるんではないかなという気がいたしますくる十字です。 はい、もう9時もいろんな話題がありましたけれども、もうこちらの方にはですね、はい、やっぱりこの羽生くんがというお便りが多かったです。マザードヤささんですが、広いリンクとは嫌のリンクで何人もの選手が一度に滑ること自体がめちゃめちゃ危険じゃないですかあれ順番にできないんですかねえ、スレスレのところヒューと滑ってますよね。あれ怖いですよね。 以前だってこれありましたからね。はい、安藤美紀選手とかね。よくぶつかったりしてるんですよね。うん、ぶつかってというようなシーンも一緒にこれ流してましたよ。過去こういう本と。ね、今回が初めてではないんですということもね。 なんでしょうねなんかこう、順番にすると、その競技本番との時間の差みたいなものに差が出てしまうので、うん、それが平等じゃないとかっていうのもあるんじゃないかな、どううなんでしょうね今ね、車でね、あの衝突を避けてブレーキかかるような装置があるんで、うん、あれあ,あいうものをちょっと体につけて、ガー <laughs> ッととかよけるような、<laughs> <え>そんなもんがないかなと思いますね。うん 丸々、ふこふこ、うさうささんですがね、私仕事ですけれどもね、はい。以前仕事中に脳震盪を起こしたことがあります。すぐに意識は戻りましたが、動かさず安静にするように言われました。直ちに、救急車で搬送されて CT スキャンの検査を受けました。幸いにして、何事もありませんでしたが、念のため翌日は仕事を休むように上司から指示されました。一般の職場でもこの対応です。今回の件に関しては、羽生選手自身やスタッフ、また、 大会関係者の安全や生命に対する意識が欠如していたとしか思えません。まだ若い羽生選手の将来だけでなく多くのスポーツに関わる方の命、ね、スポーツに関わる方の命に関することだと思います。ましてや生命の危険があるにしても、えー、競技に出場しな,けれしなければならないのならば、フィギュアスケートはそんな残酷な見せ物。 何でしょうかと大変厳しい名古屋大学の先生の内田さんの意見も参考にしてこの方は書いていらっしゃいます10時です。 さんからも映画、汚れた英雄で主人公がレース途中に転倒して起き上がって走り出すのをスローモーションで見せますが、実際に乗った平忠彦選手は、この人はあのスタンドでやったんですよ。はい、当時のもう人気ライダーです。はい 平忠彦選手はこのシーンの撮影は拒否したそうです。倒れたマシンを起こしてエンジンをかけて走り出すのは実際のトップランナーじゃないと様にならないから、ゼッケン1をつけた木下敬二選手が軽く、俺がやろうかと言ったとか、まあ誰がやったかは不明ですけれどもという、まあこういう転倒の後のいろんなこの処置の仕方とかなんかね、はいうん、まあ今この人は別のジャンルからの話。同じくまた試してさんですけども、高野花のの場場合あの場所を最後に に、地元に帰る部屋の若手に対して、自分の勇姿を見せたかったこともあったらしいと。いろんな意味合いがあるみたいですよね。うん。だから、夫人、夫人愛人ずさんからも、ええ、風神雷神ず。夫人愛人ず。<laughs> 人図はい。愛人の方が綺麗に描かれてるよね。<laughs> なんでやどんどん。逆もあるでしょ <laughs> 逆もあるでしょ逆はないと思う。なんで。対等はあるかも。どうして。わから。はい。わから。 怒ってますね、うん、はい小高さんはね立場立場でいろいろ怒りがこみ上げてまいりますけども「はい、脳震との軸のくるくるのスピンがあかん」と小高さんのご意見がありました、うん、それを言うなら帰国の空港で頭を振るようにあちこちにお辞儀していたのも頭に良くない気がするんで <laughs> ああいう時のけが人の出迎えも考えもやと思いますとかねうん、うんうん、というようなことやらそれからと。 これ私はまた気になったことが、猫バス観光さんからのお便りの中の表記。はい、羽,生選羽生選手とぶつかったのがハンヤン選手であると。うん。うん、あの、ま、僕はさっき円官と言いましたけども、はい、ハンヤン選手がもうあの無事に競技に戻って来られるようにというようなお便りも、それから無敵な奥さんからも中国のハンヤン選手との衝突ということで、僕は漢字読みをしましたけれども、 あの中国読みですと、あのカタカナでい皆さん書いていただいたことですけれどもあの、中国の順番からすると、羽生結弦のように、円冠というのがあの中国の名字と名前の順番なんですが、はいはい、カタカナで書くと、本当はそのまま読むと、イエンハン、イエンハン三世三世な、二世三世となりまエン ンハンっていうのがあるですけども、はい、あの、それがヤ、ヤンヤンはと、カタカナでかンンあ、逆になってるって逆になってるんですよ。うん、でこういった場合は、どっちの表記なんだろうなと。もちろん、漢字で書いた場合は、羽生結弦さんの場合でも、羽生が先になって譲るでしょうけれども、中国の人も名字、あとでけどンンはい。うん、国際大会での表記で、うんうん そう書いて。譲る羽生になります、ね、な<る>日本人と、うん、それと同じように逆になるな逆になってるので、こういう場合は、日本のそのマスコミもですね、カタカナ表記した場合は苗、名字、日本は、あ日本はあの中国の人はそのまま、名、うん、字、名前で表記するようになってます、うん。言語で書くならね、言語というか、漢字で書くならね。うんはい、このようにカタカナ書きする場合は、国際ルールという国際大会の 名前、名字の方で中国人の名前も書くのかな、というのがちょっと。ううで,ね、で、ニュース見ると、炎藩、はい、と藩炎と両方書いてあるんですよ。ははうん。両方書いてあると。とどっち、この場合、あの、漢字で書くならば、あの、炎藩でいいんでしょうけれども、ね。 縁、勘でいいんでしょ、うややこしいですね合ね、日本の場合は中国人の名前を表記するときは、日本語であろうが、カタカナであろうが、名字、名前ということになりますけど、いわゆる大会的な、国際的なところでいくとどうなるか、それを報道として、ニュースとして書く場合のカタカナ表記の中国人の名前は、やっぱり名前を先に書いて、名字をあに書くと。 日本だね。カタカナであろれば何でもそうです。国際的でも日本人。外国人として書くならば、中国人でも逆になるのかな。もうややこしくなってきた。やんはんはんやって両方あのニュースであるもんですからね。どうやろうと思います。られちゃってね。はい。調べてみました。は統一性がないなと思いながら読んでおりました。そこに引っかかったよね。珍しいところに引っかかったね。すいません。はい。さあ、それでは今。